アンナルは、北欧神話に登場する、夜の女神ノートの二番目の夫となり、夜図の父となる男である。スノーリの言った第一部、ギュルビタブラカシ、第十章によると、ノートは三度結婚したが、アンナルが二番目の夫であった。アンナルの名前は、形容詞、アナルから派生した語であり、他者を意味する。またその名が象徴するものは、研究者によって、労働、夢、 真夜中の眠りなど様々に解釈されている。彼はギルビタブラカシ第十四章でドベルグが列挙される中にワナーという表記としても登場する。しかしこの箇所の引用元であるはずのコエタの巫女の予言の王の写本に書かれた版にはアノルと表記されている。研究者によってはワナー、アノルのいずれも前方を見つめるものという意味だと解釈できるとする。 ここからさらに、アンナルとノートの娘ヨルズの名の意味が、大地であって、死者を埋葬する大地、生命を育む大地という、死と、生の二つの意味を同時に内包できると解釈し、ノートが、死者に、死の現実を注視させつつ、再生への同型を喚起するのだと理解する研究者も、いる。尾崎和彦は、アナルを、アナルヘーマーつまり、アレウスムンダスに由来すると考えている。 真夜中の闇の底の冥界において大地が眠りの中で覚醒と神聖を夢見ているという解釈である。ありがとうございます。